かかしたちは暁を退けることに成功するが、イタチ出現の方は弟のウチハサスケの耳に入ってしまう。一方その頃、渦巻きナルトは次のホカゲ候補であるツナデという女性を探すため、新たなる死ジライアと共に里の外へと旅立っていた。続く二人の旅路、その途中とある宿泊施設で休息をとっていたナルトのもとに、その身を狙う暁。イタチとキサメの圧倒的な威圧感がナルトを襲う。何人も抗えない空間、緊張が張り詰める中、そこにその者こそイタチを狙い、イタチに恨みを抱く弟、ウチハ・サスケだった。サスケ、今の貴様になど興味はない。ウチハイタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み憎み、あんたを殺すためだけに俺は生きてきた。戦闘開始。そうだ。ダン！打球の加速。ダン！打球。強制。邪魔だ。ダン！そうだ。はい。放送。放送や。こっちだ。シドリ。放送。はい。イタチよ。